好きなことは趣味でいい。これは大人の発想だと思います。好きなことに人生の一番大きなウェイトを置く、これって普通のことじゃないでしょうか。好きだからとか楽しいからで人生決めていいんですか。それに美大の高い学費、うちじゃ美大にも国立の学校ありますよ。東京芸術大学、芸大の年間の学費は他の国公立と同じです。ちなみに東京芸大の絵画科は日本一受験倍率の高い学科だけどね。現役生の倍率は約200倍、毎年受かるのは5人ほど。3浪4浪は当たり前。まあある意味東大より難しい大学と言えるかもね。そんなとこに今から準備して入れると思いますか。わかりません。でも今まで見てきた中で頑張れないのは好きなことがない子でした。言い換えれば好きなことをする努力家は最強なんです。今までずっと生きてる実感が持てなかった。あの青い絵を描くまでは。俺の心臓は今動き出したみたいだ。絵を描くのが好きなんだ。この夏一番熱く泣ける映画。技術じゃなくてもよかったくせに。好きだったんだ。案外熱いとこあんじゃん。最高の絵を目指しなさい。天才と見分けがつかなくなるまでやるしかない。ブルーピリオド、これしかないんだよ。